切るまで。はい、ミシンが壊れて絶体絶命のバッタ崩壊です。小林弘之です。松本さんです。バッタも山下です。お願いします。ミシン壊れたけど絶体絶命が取り戻せたんですか？いや、金で解決しましたよ。ないのに。ないのに。あ、大変。絶体絶命です。追い込まれてます。もう次週どうなるか聞いてほしいもんだって。本当壊れた時の様子、完全に活動停止ですよ。というわけでね、エヴァのコスプレメイクを今日はね、したいと思うんですけど、ザ・コスプレみたいなね。逆に新鮮ですね。いや、ちょっと恥ずかしいよ。いや、ちなみに全くやってない。全くやってないよ、エヴァのコスプレは。でもそうだよな。やってない。エヴァのコスプレ、まあ、ちょっとだから、コンセプト着た時ちょっと嬉しかった。なるほどね。金に物言われたけど、なんか、ね、コスプレしてるみたいな。今回は、新エヴァンゲリオンの、アスカ。お、アスカ。アスカをやりたいと思います、はい。めちゃめちゃネタバレをしますので、はいはい、ネタバレあります。確実に言いました。聞きました、皆さん。ネタバレします。聞いてませんでした。もう我々は聞きました。言いました。あと、委員長氏の人は見ないでください。これはもう言っときます。委員長氏の人は見ないでください。聞きます。何ですか？あ、そうなんですか？委員長氏の方は見ないでください。あ、ネタバレありなし以前に、それも絶対に多分気分悪くなるから。あ、それはね、しょうがない。まあ、なんだ、解散の意見が合わないかもしれないね、ということで。そうですね、はい、というわけで、その辺に注意して見てください。というわけで、コスプレメイクスタート。ネットかぶってカラコンをしたいと思います。はい、お願いします。カラコンします。久しぶりにドルチェストロングワンデーのブルーオーシャンってやつをつけます。でけえやつがストロング。この青好きなんだよね。青すごい青い、ね。うん、こんな感じです。でけえ、やっぱ、うん、すごい。ストロングな、色味の強さかな。色味もあるんだけど、単純にストロングはでかいね。直径はそんな変わんないんだけど、多分その色ついてる部分が広いから、うん、着色面積も、ね、カラコン入れましたので、顔を引っ張るかな。とりあえず100均とかでも買えるサージカルテープを使います。マツキ用のプラスチックテープを使います。で、引っ張っていきたいと思います。とりあえずシュッてさせます。じゃあ、新エヴァのネタバレを話していきますか。感想をどんどん話していきますか。横を真上ですね、はい、真上をまず引っ張って、あと顎のラインを首の耳の後ろに引っ張ってます。面もちょびっとだけつってます。こんな感じになりましたので、ベースメイクをしていきます。今日は100均のメイクを、持ってきませんでした。ほら、ませんでした、あえてので、ちゃんとしたのでやります。いや、もうなんかもう怖いもん。今さらエヴァやんの。まあね、ハードル上がるよね。最近使ってるベースのやつ、シカバリーカバー&トリートメント CC クリームやつを最近使っているので、これを適量出して顔に広げていきます。割とね、こう緑なんだけど、塗ると肌色になるっていう謎の。私の感想は、冒頭10分ぐらいで、失恋しましたので、ずっとそれを引いてました、私は。でも冒頭10分ぐらい、そんなあったっけ、失恋するようなとこね、と言いますと、私はもう最後ちょっと失恋したけど、それが最後失恋だね。でもまだ分かんない、あれはでも分かんないよ、分かんない分かんない、あれは分かんないよ。確かに関係性分かんない、あの世界。頑張れ就活生みたいな感じ。そうそうそう、ただの同僚かもしれない。だから先輩後輩みたいな感じもある。怪しいけど、ワンチャンあると思ってから俺は失恋した。とは明確に、明確に失恋しまいた。当時でした。当時でお偉くなりまして、当時すごい立派なね、大人の方が本当よ、町のいたですよ。本当にね、ね、子供いたもんな。それなんだよ。ちゃんといた、めちゃくちゃいた、めちゃくちゃいた。なんかっていうか、人数はいっぱいじゃないんだけど、いるっていう存在感。話の中で綾波との関係性は絶対に大事な。そうだから、存在感すごかった。めちゃくちゃいるっていう。いや、もうずっと当時を推していたよ、私は。そうだった。不思議な関西弁でおなじみ当時。ベースを塗りましたので、今度はアラを隠していきたいと思うんですが。これはね、ちょっとね、英語で見えない。松井さん、あの先生、英語なんだけど、松井先生、英語なんで、相手ら長め。嘘でしょ。
空いてら長ねもうね空いてら長ね中開けしメイクアップコンシーラーこれを、まず気になるところに叩いていきます、はい、本当に当時が好きで、はい、アニメシリーズはさ、うん、まあ、アニメシリーズでさ、うん、ってなるじゃん、はい、もちろんもちろん、とはいえ進撃で、乗らないのもってなって、うん、当時をモブにされたみたいな、まあそう、うん、あれ乗らなかったら確かに、まあね、そう出番ないよ、まあ、そこのねどのルートっていうのが、いやむずいよね、結果的にそう妹が助かったのは良かったかもしれんけど、うん、かといってエヴァに乗る当時も見たかったしっていう心の葛藤がありどうしたらいいんだって思いながらマリメって思ってたんだけど最初当時のポジションって思ってこれをね叩きましたので、はいはい、その後はコンシーラーを使うんですけど、うん、コンシーラー最強で調べて出てきたコンシーラー最強のネットで、コンシーラー最強って調べたら最強なの、ヤンキーの調べ方だよ、コンシーラー最強で調べたら出てくるザ・セム CP チップコンシーラーってやつです、はい、最強なんだな、ちょっとなんか分かんなくなっちゃったなって思ったコンシーラー最強で調べて出てくる、すごい普通より最強の方がいいか、うん、どっちかというと、ね、でもね800円ぐらいでね、おいいじゃない、最強の割に安いの、最高、安い最強、最強最高、最強最高、最高こんなでコーティングしていくんですが、キャンドゥで買えるパウダーファンデーションピンクオープルを使います。で当時が好きなんですけど、はい、妹の活躍っぷりは、いやでもあれはね、あれでも私ショックだったよ、なんか最終的にさ、いやなんか進撃の最後の最後のシーンで、いやお前はそれをやっちゃいかんって私は当時が一番だから、当時が守った命がそんなことしたらいかんで強い女には育ってくれたよね、うん、確かに最近の若い男はもう名言ですからな、どっちも、うん、マヤ成長したよな、マヤエレイエロになっただけの女だったのにな、エレイ大人の女だったな、ポイ土台をきれいにしましたのでアイメイクをしていきたいと思います。キャンメイクのピックイージーアイライナー台ぐらいまで線を引いていきます。若干目尻上げ気味かなって感じで引いていきます。ちょっときつめな感じでいきますかね。そうですね、当時がさずっとさ院長とさなんかさ、まあ、はい、それはねずっとあったじゃないですか、はい、でもさ、まあ、その感じはね、そういうお約束だろうなとはね、でもさ、私はさ、私もモブでさ、はい、あそこにいるからの世界、あの教室のずっと当時くんのこと好きだったけど、まあ、かー、ばっかしてたやつの中でそうね、ベターなな、これをベターな、ここほんとね、兄の時なんかしてた、うん、最後のぶつかりに出しましたもんね、いやもうだってさ、院長の何が嫌ってさ、矢波のことをずっとそっくりさんって言ってるところもさ、嫌でさ、お前何も変わってねえな、昔からって嫌だったと思って、僕、仲の悪い女子じゃん、ほんとに久々になったらやっぱ綺麗だ、やっぱ綺麗だわと思ってもっと言い方ねえのかよと思って、矢波に言葉を教えたのが、ね、院長の仕事ですよ、大事な仕事はしてんだよ、あんなお手紙でもそっくりさんってセンスなさすぎねえかと思ってもうぶっ飛ばすぞと思って向こうは別人って言うから、しょうがない、当時出来合ってたよってことは、そっくりさんみたいな、いやだからってそれを名前に採用しちゃうところがちょっともう、もうどうしても許せないみたいな、許せないです、本当に、なるほどね、院長とだけはもうくっついてほしくなかったよそれはしょうがない、いやさ、あの時になんか頑張って乗り越えて、そう、いや本当釣り橋効果よ、ただのそれはほとんどでただの釣り橋効果よ、だって可愛さもその場にいたらもう、まあ、いや本当よ、その時やりたかっただけなんだから、そうよ、ここで隣に誰がいた方が、そうよ、まあ、それはそうかもしれないけど、確かに、なんか確かにって思っちゃうな何言ってんの、私が当時を守ってたから当時好きになってたよ、私のこと、そうですね、川下だって迎えに行くつもりバンバンだったもん、バンバンだったよいや悔しい、だからなんかでもそんなにだから別にエヴァをさ必死に追っかけてきてたわけでもないし、はい、なんか歯が始まったぐらいに、はい、なんかそうロボットアニメ苦手だなって言ってても、うん、いやロボットじゃないからって言って無理やり見させられて、うん、で、あ、面白いじゃんってなったぐらいのノリだったから、そんなにダメージ受けないだろうと思って見に行ったら、もう序盤でこんなにダメージを受けて不意打ちみたいなとこもあったしなそうか、あれ、私当時のことこんなに好きだった気づくの遅かったなじゃないんだよ、いや同窓会かよこんなにどうしたの
そうだよ。多分もう映画館から出る時の川さん、シンジ君みたいなやつに無言でガバーってついてくるだけのマシン。なんで食えよ。なんであいつだけ序盤の状態のシンジ君。ぶっすーして。こんな感じで LINE を引きました。最後の LINE ぐらいまでもうがっつり引いちゃってます。目尻はちょい上げ気味で、目頭もちょっとピッて出して描いてます。ダイソーで買えるのビールアイテープですね。これをまぶたに貼って二重を作っていきます。はい。いや当時の缶まで漫画も持ってるし、はい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 、実はね、辛いとこまで辛いな。じゃあウェファースも当時のカードすごい、当時元無制のカードあれ当たりだったんだね。あのレアっていうカードでもあんまりなんかこう夢女になるキャラ少ないからさ、外国そういったね、夢ではないもんね。本当花井、大振りの花井と当時ぐらいしかいない。花井も田島が私のライバルなんだけど、そうね、言ってますね、うん、田島が私のライバルで席まで話聞いた。そうそうそう、阿部くんのね、阿部くんが前に座ってるんで、私の前の席なんだけど、会社毎回同じクラスにライバルだろうな。いや、私は違うクラス。そう、私は違うクラスで花にちょっかいかけてくるから、うぜえなって思ってる、うざいなって思ってるし、かといってで、なんかその花井とうまく喋れない私を阿部くんがお前もっと頑張れよみたいな感じでアドバイスしてくれるんだけど、それを花井が見て、私が花井、あの阿部くんのこと好きだって勘違いしちゃうの。花井が、あー、なんだなんだなんだ、花井さんが早口で怖いの見たもん。前回そうだったね、早口で怖いオタクになっちゃう。勘違いされちゃう。当時がそこだったんだ。そう、当時がそこ。いいだね。でもあそこのフォロフォロしたような、あそこが好きだよね。その話は印象的よね、あれはね。でも綾波フューチャーな感じはするけど、いや、本当だからもっと綾波とか、そのつぼみちゃん、つばめちゃん、つばめちゃんとの絡みとかもちょっとちゃんと見たかったけど、マジで。マスターと経験の部分。でも A パートずっと心しなかった。シンジ君よ。ずーっとシンジ君。ずーっと。はい、テープを貼りました。コージー、ドーリーウィンク、マルチクイックライナーってやつで、二重のラインをちょっとこう書き出していきたいと思います。ちょっと書き出しましたので、つけまつげをつけていきたいと思います。はいはい、ちょっと目尻が多くなってるやつですね。これを目尻気味につけていきます。と下まつげもつけて目のラインを作っていきたいと思います。はい、ちなみにね、あやのみ全体的に可愛いよね、新劇場が。そうね、なんかどういうの勉強してる、新劇場あやのみのいいね、うん、人間が毎回出た出た言われてる感じるし、うんうん、だから本当、だからエパートをもう一回見たいんだけど、そのね、ま、その後の、うん、の農作シーンを見たいんだけど、はいはい、でもエパートで多分また記憶飛んじゃうから、そうだね、そうだね、それが同居してるからな。おい、こんな感じで目尻気味と、ここはちょっと隙間を空けてこっちに戻ってくる感じで玉つげをつけました。でかっ、ね、変わるねその顔見せてやっぱ変わりますね。目の背面感対象シーレモン見てみたいな。あーすごい、いい感化性、感化性、感化性で、シャドウを塗っていきたいと思います。サンメイクのパーフェクトマルチアイズ3番、この辺かな、この辺の茶色をここに上に塗っていきます。はい、で赤いのはここの隙間に出ていきます。とりあえずこれはそれでいきます。いやー本当にな、もうだから私の感想マジでそれしかないんだよな。あ、なんかずっとね、時間軸が進んでいかないんだけど、ずっとそこで待ってる。 あの村で傷ついた会さんがずっとそこで待ってる。ずっとずっと引きずって終わりまで。でも唯一心が動いた瞬間は、カジさんの息子かわいい。あカジさんね。あそこで一回トゥンクってなって、いやあの写真の顔マジかわいかったじゃん。ね、あれはいい子だね、イケメンだね、やっぱ。カジさんとシンジ君仲良くなった感じ。そうそう、息子いいよね。シンジ君の写真見て、ミサトさん、それは思う笑いの色っていうところだね。ミサトさんからすげーよね。息子二人みたいなとこあるもんね。最高の写真見よう。あの写真欲しいな、私も。サンキューマートで買えるアイシャドウです。これの、この辺の色を使って、あとこっちのさっきのキャンメイクのも使って涙袋を作っていきたいと思います。こっちかな、こっち買います。はい、今回どのキャラが推しでもみんな辛くない。シンジ君はまあ報われたと言いますけど、はい、こんな感じで、涙袋と、シャドウを入れました。こんな感じです。はい、一旦これで、
もう片目をやっていこうかなと思います。両目が終わりましたので眉毛を描きたいと思います。キャンドゥで買える、オートマティックアイブロウペンシル、はい、AC のやつです。これで描いていきます。キュッとした感じですかね。はい、コメントでも卒業どころかまた入学し直した気分ですかね。やっぱ見ると面白くて、もう学んでいきます。もう一回だとなんか考え直すところもあるし、ね、見直してやっぱ見ると面白いなってなーかもね。くそ悔しいなみたいなのがある。分かることもあるしね、ほんとこっち側の知識が増えて。誰かがさ、ツイッターでつぶやいたことなんですけども、はい、さようならすべてのエヴァンゲリオンがやっぱ最後にテレなキーワードいくじゃないですか、うん、でもさようならってのはまた会うためのおまじないなので言ってるね。あれね、気に行くよね。まだエヴァやる気なんじゃないのカラーはっていう、ガンガンにガンガンにやる、まあ、なんか繋がってる感覚のものは他のものでもやるしっていうところでもあるんですよね。だってあんなにさ、まあガイナックス時代だけどさ、はい、エヴァ関係のあれやこれを出しまくって荒稼ぎしたカラーさんですね、はい、麻雀とかもあったもんね。あ、まあ、よくわかんないのがね。こんな感じで眉毛を描きました。ダイソーのアイブロウコートでコーティングします。はい、こちらが、アイテープで使ったやつですね。ダイソーの伸びるアイテープです。これを逆さにして使って鼻をちょっとキュッとしたいと思います。貼りやすいように大きいテープでやります、まず外側に貼りますね。で反対側の鼻の穴の中に貼ります。そうするとキュッと小さくなるので、それをこのテープでやります。アスカのさ、ちゃんとシンジ君のこと好きだった昔はっていう、ここの下りは良かったよ。めちゃくちゃ良かった、あれすごかったね。そうね、当時編とかやってほしいけど、でもそうするとさ、委員長とのあれやこれやを見なきゃいけないから。そうですね、それは見れないな。そうですね。やっぱり当時がエヴァに乗るルートをもう一回やってもらう。それもまたでも苦しいけどね、見るの怖いけどね。当時めっちゃイケイケで3号機乗り回してるルートみたいなね。見たい。でも実際乗りこなすゲームとかあるんだよね。らしいな。その新世紀エヴァンゲリオン2っていう PSP のゲームがあって、ちょっと3号機の使徒をね、なんか確かに除去できて普通に3号機運用できるみたいな話があった気がする。そういういいルートもね。ああ、当時見たいな。濃い鼻を潰しました。キャンドゥで買えるカラーリップパレットのこの辺を使ってちょっと唇に色を入れていきたいと思います。濃い口を塗りました。はい、でちょっとチーク、キャンドゥで買えるアニマルチーク、ピーチ、ちょっと、まあ、この辺に入れていきたいと思います。こんな感じで入れました。はい、一旦これで完成です。チークを紹介したいと思います。今回もリップショップメープル池袋店さんにご協力をいただいております。でも本当にね、なんか長さと差は割とそのまま使いました。前髪もね、ほんとちょっと整えるぐらいでほぼ切らないでいいかなっていうぐらいの、もうちょうどいい前髪のやつがあったので、それにしました。で、ほんと横を結んであげて、まあ、このギョンギョンがちょうどいいぐらいになるように切ってあげてっていうぐらいですかね。あと長さを整えてあげてっていうぐらいの、やっぱちょっとここ結ぶのがちょっとね、やっぱ結ぶのって難しいからあれだなっていうぐらいの大変さだけど、とても使いやすいリップとなっております。あと前髪もちょっとなんかこういう感じが出たらいいなと思ってちょっと巻いてるんですけど、そんなもんですかね。アスカのために生まれたようなリップとなっております。色味も、そう、色味と長さとほぼ切ってないからね。うん、でもちょうどいいリップとなっております。こちらのリップが、もう加工済みのこちらのものですね。これが、1点限定でリップショップメープル池袋店さんにて後日販売されます。発売日やお値段など詳しいことは、メープルさんのツイッターやブログをご確認ください。もうすぐできます。かぶります。それを、あれでなんか最後の実写に1個だけ監督は足したいものを足したらしいので、アニメだからできるんだよなみたいな話なので、じゃあ自分の好きなものを最後の実写のシーンの中に1箇所だけ足してるものが、確かさかわいそうだね、監督が。かわいそうだし、と共に歩いてる私いるかも。あっちの世界線だったら当時どうなってるか分かんないもんね、最後。そう、分かんない。回復で今自分の入り込む隙間を見てね。あっちの世界線なんだ、自分が。そう。それはあるかもしれない。去年当時川いるとか。分かんないか、松井君も。あそこ、まだ。いるから、私は当時。あいさんは、もういるんじゃん。一回さ、もう出た方がいいさ、いるいるいる。
あの引きの街が映ってる画面の中とかに、ね、ちょっとビルの中とかにいて分かんないかも、見えないかも。そうね、ビルあの辺でね、デートしてるから、あの辺でデートしてるから、おうちとか、こっちも新宿にちょっと、あ、そう思えばなんか院長かわいそうだったなっていうルートで見れるかもしれない。いきなり勝者の目線が出てきたから、あー、よかったね、束の間の幸せみたいな感じで世界ではそっちでその幸せを出てたんですけど、私はあっちの世界で最後の世界が、あ、私たち映ってるからなーっていう気持ちで見直せるかも。急に生産の余裕出してきた、自分の心の置き場所にここだって。いや、もう本当にエンパート辛すぎて2回目見れないから、あー、そうか。だから最後に想像の余地が残されてるのは助かる、まあ、そういう気持ちで見れるかも。そんな意図を考えても、そう、そう見えてる。お前にはそう見えるか。お前にはそう見えるか。あれよりね。お前では強い。戦いの場所とかもシュールで楽しかったしな。そうね。いやー、そうね。そういう気持ちでじゃあ2回目見るわ。そう、私のこう見えるか。強い姿勢か。そう。まあまあよかったね。院長一回は幸せになれてみたいな。次無敵だよ。無敵。お前はそう見えてんのか。本当。そうだ、皆さんからアスカだ、大丈夫だよ、食べるなら良きアスカです、カメラ目線くださいって。院長、ロジャーもらったからな。アスカの状態で言うな、ややこしいから、ややこしいのよ。完成です。はい、というわけで毎週月曜日18時ですね頃から、コスプレメイクの生配信やっておりますので、来週もやりますので、よろしければ見てコメントなどもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。一心ね、あの子も使ってたんですよ、一心をね、まあまあ、したら急にポンって電気が出て、エヴァの壊れ方すごい、ポンっつって、うん、あの煙シュッて、おーすごい、それお前のやつだ、あ、やばい、これは燃えると思って、かすぐそれ乾いても引っ越す、これ抜いた方がいいって、うん、火事になるよ、いくら私ですらこれは火事になると思ってそれいけよ、さすがいや、もうポンってなっちゃったからさ、もう怖い、煙ね、怖いね、モーターとか使う系でその壊れ方怖いんだよね、立ち残っとるかも、モテモテの会社できたよ、なっちゃったね、結構きっと、ね、いや、もう全然笑っちゃうな、次かわいそう、髪チリチリだ、いや、ほん